君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。土を掘ってみたけれど何もいなくてがっかりすることはありません。目には見えねど小さな生き物がいろいろいたりします。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は DNA メタバーコード法を使って高精度に土壌の生態系を探るテクノロジー、義歌大ゲノム科学がご専門、応用科学生命工学系教授益俊彦先生に聞きます。土壌生態系のお話ということなんですが、土壌っていうのはあの土。そうですね、土のことです。土の中の生態系を研究してらっしゃるんですか。そうですね、環境っていうのは、海とかの水、それからあと土ですね、地球上の土、主な2つ、あと大気があるんですけれども、そういったものの環境の中にある DNA を分析することで、そこに住んでいる生物の種類だとか数だとかを分析する、そういった研究が今盛んになっているわけです。あの土の中の生き物、何がいるかなっていう研究なんですよね。はい、私がやってるのは土の中の生物ですね。僕らがそういうのを調べようと思ったら、土掘って、ミミズが出てきたとか、オケラが出てきたとか、見て何がいるかっていうのを調べるんですけれども、DNA で調べるっていうことなんですか。そうなんです。今おっしゃってたやつは、大きな形のある生き物ですよね、でそうじゃなくて、土の中っていうのは、微生物が代表的なものなんですが、顕微鏡で見ないとわからないような生物っていうのは非常にたくさんいます。量も多いです。でそういったものっていうのは、見てわかるものではないので、どういった種類のものがそれぞれどのくらいいるっていうことが簡単にはわからないんですね。でそういったものをDNA を調べることで、明らかにしていくと、そういう研究です。それもちっちゃいから。もう目に見えないから。ちっちゃいし、僕らのイメージではきっとちっちゃいから、全然違う種類のちっちゃい生き物でも、見た目ではわからないっていう。わかんないですね。感じですかね。はい、でも僕らみたいにそういう生き物も、当然ですけど DNA があるわけなんですね。はい、地球上の生物は全部 DNA を遺伝物質で持ってるので、 DNA を調べれば生物の種類はわかります。それをこう一個一個調べていくわけですか。ね、一個一個調べるっていうのもすごく大変なので、DNA はまとめて取ります。でその DNA の中にはそこに住んでいる、いろんなバクテリアのものとかカビのものとか、もしかしたらミミズ、そういったものが全部含まれるわけですね。でその DNA の中のある遺伝子を PCR という方法で増やしてあげて、それを次世代シークエンサーという、塩基配列を調べるための装置にかけます。 PCR って聞き覚えがある言葉ですね。はい、そうですね、検査でよく使うやつです。あれもこう DNA を増幅させて、調べてる。 PCR はDNA を増幅する方法なんですけれども、コロナの検査は RNA が実はウイルスの元なんですけど、それを DNA に変えて、変えたものを PCR で検出をしています。基本的にPCR を使うと、土の中の DNA の、ある遺伝子がこうたくさん取れてくるわけですね。それをシークエンサーで分析をする、そういう流れになります。具体的には、土の中の生き物を調べるので、まず土を取ってきますよね、バケツに。そうですね、それからそこからいきなり DNA を調べるっていうのは、土を取ってきますよね。でそしてその後で、なんていうんですか、ちっちゃな粒子ビーズで、土ごとこう中の生物をぐちゃぐちゃに破砕壊します。でそうするとその生物から DNA が外に出てきますね。でその汚い土混じりの、
混合物から DNA をきれいに取り出してくる、そういうやり方があります。もう土ごとすりつぶすわけですか。そんな感じですね、はい。だからそこにいる、まあ、あらゆる生物の細胞とかそういったものから DNA がダッと出てきて、その出てきた DNA だけをきれいに取り出してきます。でも全員の DNA がごちゃ混ぜになりませんか。そうです、そこが重要な点で、うん、そこにいる生物全体の DNA がその中に出てこないといけない。っていうのはその生物が土の中にいる全ての生物をきちんとこう網羅するには、そこの生物全てから DNA が出てこないといけないわけです。素人考えにはもう何が何だか、何がいるのかいないのかわからない状態になりそうですけど、その心配はないんですか。いや、もうごっちゃにした状態で、DNA を取ってきますね、うん、でその DNA っていうのはすごくたくさん、種類があって、うん、でただですね、生物が必ず持っている遺伝子というのがあります、うんうん、我々リボソーム RNA 遺伝子というものを使ってるんですけれども、はい、でその遺伝子だけを PCR で増やしてくる、そういったことができます、うん、でそうするとそのたくさん種類がある DNA のそれぞれからその遺伝子が、増幅されてきます、うん、でその遺伝子の配列をまとめて塩基配列を決めるわけです。その生き物が何であるかっていう名札みたいな部分があるっていうことなんですね、ええ、そうですね、今申し上げたリボソーム RNA 遺伝子っていうのはどんな生物でも持ってます、うん、でその持っている生物ごとにですね、そのリボソーム RNA 遺伝子の塩基配列がちょっとだけ違う。例えばある生物はここが AG になってるとか、うん、別な生物は CC になってるとか、まあ、そういう区別ができるような配列があるわけですね、部分があるわけですね。僕たちも持ってる、はい、人間もあります。人間っていう印があるわけなんですね。そうですね、その同じ遺伝子を調べれば、これは人間の遺伝子だっていうことが分かります、うん、同じように増幅させてやるっていうのはやっぱり調べやすいように、はい、たくさんDNA を用意しないと分析機にかけられない、うん、土の中にある DNA って本当に少ないんです。極微量のDNA を、まあ、いきなり分析するのはできないので、そこから分析に必要な遺伝子だけを PCR で増幅してきて、うん、それを分析に回すわけです。そういう手法で土の中のにどんな生き物がいるかっていうのは調べるわけなんです、ね、はい、そうですね、今途中まで申し上げましたけれども、いろんな種類の生物からいろんな種類っていうか、まあ、配列の違う、リボソーム RNA 遺伝子が出てくるんですね、うん、でそのごちゃ混ぜになったDNA の集団を、うん、次世代シークエンサーっていう装置にかけると、この装置がすごいのは、うん、その例えば100万本違った種類の塩基配列の DNA があっても、一本一本の配列をそれぞれ決めることができる、そういう装置なんです。ですから100万通りの違った配列があっても、データとして100万通りの違った塩基配列として出力してくる、それを分析するという、そういう流れになります。やっぱりその DNA を調べる装置の進化っていうのが、こういうことができるようになったやっぱり重要な要因なんですね、はいはい、そこが一番重要な点です。昔は決してこういうことはできなかったんですけれども、うん、そういうその非常に多種類の混ざり合った DNA をきれいにこう一本一本分析するっていうことが可能になったので、初めてこういう技術が利用できるようになったと、そういうことです。そのシーケンサーの機械は技科大にもあるんですか。はい、ございます。じゃあもう駅先生が自由にこの辺から土を採取して、はい、潰して、はい、シーケンサーにかけてやれば、はい、どんな生き物がいるのか分かっちゃうんですね。そうですね、今そうやっていろんなところの土からDNA を取り出して、その生物の中身を調べているという、そういう研究をしています。いつ頃からそういうことができるようになったんですか。そうですね、でもだいぶ前からですね。もう特に微生物ですね、バクテリア、うん、代表的なものは腸内細菌なんですけれども、うん、人間と共生しているようなそのバクテリアの集団をこういった方法で分析をすることで、まあ、腸内細菌の、まあ、菌相がどう変わるとその人の健康がどういうふうになるとかですね、そういった研究がまあ盛んにされるようになっていました。
今ではそういうその微生物を中心にした分野ではもうかなり普及しています、こういった方法ですね、はい、いやでも先生もこういう土壌生物の研究を長いことされてたと思うんですけれども、これができるようになった時っていうのは本当にワクワクしませんでしたか。まあ、実際にそれを使えるようになって初めて、まあ、実際に、うん、できるんだなっていうことを、うん、実感している感じなんですけれども、うん、それまでも土壌生態系の研究はしていらっしゃったわけですよね、はい、そうですね、線虫っていう生物を使った研究をずっとやっていました、うん、で土の中にいる線虫っていうのは、まあまあ、さっきお腹の話が出てきたんで、申し上げると、まあ、お腹に住む寄生虫ですね、線虫、はい、それと同じ仲間です、はい、で土の中にも線虫っていうのがたくさん、もともと土の中にいる生物なんですけれども、うん、でそれがいろんな種類があって形が似てるんで、まあ、分類が非常に難しい、うん、っていうんでこの DNA バーコードっていう考え方を最初に線虫に適用して研究をしていました。あ、それも DNA を調べて。はい、そうですね、2010年ぐらいからやってたのかな、うん、で、まあ、先ほど申し上げたように次世代シークエンサーっていうのがまあどんどん使えるようになったので、まあ、昔は線虫だけを分析していたんですけれども、もっともう土の中の生物を丸ごと微生物からもっと大きな生物まで、全てこう網羅できるような分析をやっていこうというふうに今考えて、まあ、実験をしています。DNA バーコード法っていうんですか。はい、バーコードってレジでピーって。はい、そうです。生物をの、まあ、先ほどリボソーム RNA の塩基配列で、生物の種類をこうきちんと識別できるっていう話をしましたけれども、うん、まあ、ちょうど商品を見分けるバーコードと同じような考え方で、その遺伝子の塩基配列の違いというものを利用して生物を分類するという、それが、まあ、この DNA バーコード法というものの原理です。なるほど、非常にスピーディーで便利な方法という感じもしますもんね、はい、そうですね。で始まって、その応用として今そのすりつぶして、はい、DNA を増幅させて、はい、でどんな生き物がいるか分かるよっていうところまで来たっていうことなんですね。そうですね、微生物では原核生物っていう、まあ、生物の大きなグループがあって、はい、我々原核生物とそれから真核生物っていう人間が属しているグループがあります、うん、酵母だとかカビだとか、うん、まあ、さっき言ったいろんな動物とか植物とかですね、こういったグループが真核生物っていうんですが、うん、両方の生物を網羅するような研究を、まあ、我々がやってるということです。じゃあ土の中のあらゆる生き物。そうですね、ウイルスを除くあらゆる生物は分析の対象にしています。まあ、土の中の生態系を調べてらっしゃる駅先生たちはね、もう大興奮の技術だと思うんですけれども、これは我々土の中を見ることがあんまり普段ない我々の暮らしにもこうつながってくるわけですか。そうですね、つながると考えてます。で特に土の中の生物っていうのは、うん、ちょっと考えるとあんまり関係ない、我々と関係ないように思うかもしれないんですが、うん、例えば医学の分野では腸内細菌と人間の健康っていうのはかなり密接な関係があるっていうことが、まあ、近年の研究からだんだん分かってきつつあるんですが、腸内フローラとか言いますね、そういったものですね、はい、まあ、そういったものがこう乱れると人間の健康が影響を受ける、うん、でそれと同じロジックで土の中の生態系っていうのはそこに育つ植物との関係っていうのがすごく密接にあるだろうと考えられていて、まあ、具体的に言うと農業で農作物を育てるような状況ですね。でその時にその作物の成長あるいは健康と土の中の生態系っていうものの関係って今まで全く分かってなかったわけです。でこれをきちんと科学的にメスを入れていくと、そこからまあ新しい発見なりが見えてくるんじゃないかと思います。よく農家の人に聞くのはミミズがいるといいとかね、はい、もちろんモグラがいるとダメとか、はい、そういう大きい動物はよく聞くんですけれども、はい、小さい生き物たちもいろいろ関係してそうですね、はい、そうですね、植物作物の病気のかなりの部分は、バクテリアあるいはウイルス、それからもう一つ真菌っていう何ちゅうんですか、四条菌っていうんですけれどもカビの仲間ですね、はい、そういったもので起きます。で
特にその農業との関連で、まあ、我々目で見えないのでどうしようもないなかったんですけれども、うん、バクテリアだとかその先ほど言った真菌ですね、カビの仲間とかそういったものが、まあ、最近よく注目されていて、うん、こういった分野では研究されるようになっていますけれども、まあ、我々の研究室ではさらにそういった真核生物っていうもっと何ていうんですかね、幅広い生物で、調べていくことでもう少しその生態系の状況とか変化っていうものを詳しく調べられないかなと。でそれをちょっと例として申し上げたように農業とかそういったものに活かせないかなというふうに考えています。この土壌がどんな農作物に適した土壌かとか、はい、そういうことが中の生態系を見ることで分かるわけですね。分かってくることがあるんだろうと思ってますね。っていうのは今までちゃんとそういう形で科学的に土壌について調べられた報告ってあまりないんですね。で土っていうのはもともと地球が誕生した時には地球っていうのは岩石の惑星だったんですけれども、その岩石が風化して砕けて水と反応して土が出来上がってそこに生態系生物が住み着いて生態系を作ると。でそういう地球上のさまざまな場所ね、さまざまな土壌があってそこには多分さまざまな違う生態系があって、そこには固有の植物っていうのが育っているだろうと。でそういった土と植物の関係とか、あるいは農業でいろんな作物を植えた時にその作物がどの程度その何て言うんですかね、育つとか適してる適してないっていうようなことも、土との関係、土の生態系との関係っていうのは全く分かっていないわけです。そういったことからこういった研究っていうのはそういった分野に。なかなか新しい知見というのは出てくるんじゃないか。 ある農作物はこの土壌がすごく合うんだけれども、はい、別の農作物は全く合わないということもあるということですか。あるかもしれないですね。もちろんその生物だけじゃないわけですね。土っていうのはその化学性っていうか、その栄養だとか pH だとか物理性とかですね、生物以外にもそれを左右する要因っていうのはあるんですけれども、そういったものは今分析できますので、うん、そういった他の因子とそれから生物の多様性とか生物性を調べることで、今お話しされたようなことっていうのが言えてくるかもしれないと期待をしています。まるで僕らの見えないけれども、うん、いろんな微生物がいるお腹の中みたいな、はい、そんなイメージで土の中のいろんな生き物がそこに育つ植物たちの健康状態を支えているわけなんですね。そう思ってますね。人間がやっぱり変色をして、栄養のバランスが崩れてくるとおそらく腸内細菌の組成っていうのも、狂ってくるだろうと思います。それと同じように農業っていうのは同じ作物を同じ畑でずっとこう連作なんかしてしまうと、うん、やはりある程度育たなくなったりとかいろんな連作障害みたいなものが出てくるのは知られているわけですから、うん、そういったものと例えばその土の中の生物層がそれに伴ってどうやって変わっていくかっていうのをきちんと調べていくことで、そういう障害の予防だとかですね、そういったところもできるんじゃないかなと考えています。連作障害ってね、同じ畑で同じ農作物をずっと作ってると、なんか育たなくなるっていうのを聞きますよね。生物だけじゃないとは思いますけれども、おそらく生物の要因っていうのもかなり重要になってると思います。ただ、今までそれはどうなってるか調べる方法がなかったので、議論にはならなかったんですけれども、おそらく、こういったこともできればやっていきたいなと考えてます。これから始まるわけですね。農家さんの協力がいりますけれども、やっていきたいなと思います。豊橋は畑がたくさんありますから、ぜひご協力いただいて素敵な研究ができるといいですね。ぜひそうしたいです。ぜひラジオお聞きの農家の皆さんもね、うちの畑でやってくれっていうことがあったら言っていただければ先生の研究がいくかと思いますね。それでもしかしたら日本の農業に大きな革命が起こるかもしれないですね。そうですね。だんだんもう科学的なアプローチで、農業をやっていこうっていう流れは明らかに今来てるので、それと同時に有機農法をどんどん入れていこうっていう流れも来ていて、多分その有機農法、結構今まで
よくわからないことが多かったわけですよね、有機農法っていうのは。だけどそれはやっぱりカルト的なところがあった、きちんとそれに、科学的なアプローチができると、考えてますので、まあ、そういったところにも研究を進めていきたいなと思います。化学物質で治療するんではなくて、はい、有機的にっていうのはもしかしたらそういうところだったんじゃないかってことですね、うん、生物多様性と関係してんじゃないかなと、まあ、個人的には思ってますけれど、はい、これこういう生き物がいないからだよっていうことがあれば、そういう生き物が過ごしやすいような何か手ほどきをしてやれば、うん、腸内環境が整うように土壌環境も整うっていうことですかね、うんうん、生物のグループの間での、まあ、バランスですね、うん、その我々の分野から分析データでいうと、まあ、生物の組成っていうんですけれども、どういった生物のグループがどのくらいいるかっていう、そのバランスのデータをこうどんどん積んでいけば、おそらくそういったことも見えてくるだろうと思ってます。はい、DNA がこうスピード感を持って調べることができるようになった技術があって、で、どういう生き物がいるのか分かったというところで、先生の研究がぐんぐん進むようになっておりますのでね、またぜひ教えていただきたいなと思います。先生どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。恒例、今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました駅先生の業界用語は環境 DNA。 環境 DNA っていうのは、湖だとか海洋だとか、まあ、土もそうですね、我々やってる土なんかの、まあ、環境にあるDNA のことを言います。例えば、まあ、川の水に含まれるような DNA を取り出してきて、DNA メタバーコード法で調べると、そこの川に住んでいる魚の種類とか、何匹いるかっていう、まあ、大体の量を推定することができます。まあ、我々はこの方法を使って土の中の生物を調べていると、そういうことです。なぜ豊橋にあるのか、答えはいろいろなんだけど、海を見ていたいからっていうのをよく聞きます。次週8月20日の天白の城は、三河湾の干潟の地形変化をデジタル処理により5年間観測。そこで見えたものとは。義科大建築都市システム学系加藤茂先生を訪ねます。お楽しみに。